皆さんこんにちは。今回はルビコンモデルの56分の1キングタイガーを製作したいと思います。このキットはポルシェホートーとヘンシェルホートーが選べる仕様になっています。またツメリットコーティングもありとなしが選べるようになっており、結果として3つのホートーが入っているという状態になっています。さらにこのようにインテリアも再現されています。ですが一体成形が対応されており、パーツは少なめです。そしてなんと5人のフィギュアも付属しています。こちらもほぼ一発抜きという凄さです。説明書はとても明瞭で丁寧です。ここにはフェンダーの正しい切り取り方が書いてあります。すごいですね。これで実売3000円を切っています。本当に信じられないキットです。ドイツ戦車はこのたくさんの天輪が鬼門なのですが、こちらのキットはこんな形状になっており、成形が簡単です。背面には明確なダボが設けられ、間違いなく組み立てることができるようになっています。稼働はしませんが、こちらの方が塗装は簡単です。履帯は部分連結式ですが、簡単に作れる配慮が満載です。例えば機動輪には大きなダボがついています。これと履帯の突起を組み合わせると正確に位置が決まります。そのまま流し込み接着剤を使って組み上げれば良いのです。直線部分は板ですが、垂れた形状まで再現されています。ここにも大きなダボがついており、位置が決まります。あとは接着するだけです。誘導輪の根元にもダボがあり、角度が正確に決まります。この通り正確に接続されます。精度が非常に高いです。ランナーから丁寧に切って指示通り接着していけば、こんなに綺麗に仕上がります。これは大砲の装填部分ですが、実物にはない分割線があります。瞬間接着剤とベビーパウダーを使って埋めることにします。2つを混ぜ合わせてパテを作り、盛り付けます。硬化促進剤を吹いて固めます。ベビーパウダーを混ぜることで削りやすくなりました。スクレイバーという道具を使って平らに整えます。できました。これは何でしょう。キットには謎のパーツがついています。これは磁石と金属球なのです。パーツの所定の位置に入れます。これはホートーバスケットの底部分です。背面に部品を入れます。すると磁石が引き合うことでホートーが外れないようになり、回転もできます。これがキット付属っていうのがすごいですよね。このキット、車体の塗装指示はあるのですが、内装の塗り分け指示はありません。そこでネットで資料を集めてみました。上部は概ねクリーム色の混じった白、下部はレッドプライマーのままのようです。最初に塗装の剥げた様子を再現します。これをチッピングと呼びます。ヘアスプレーを使って剥がれを再現する技法をご紹介します。
最初にジャーマングレーで塗りつぶしました。次にヘアスプレーを紙コップに拭いて中身を取り出します。ヘアブラシに入れて拭きつけます。二度手間のように思われるかもしれませんが、ヘアスプレーを直接拭くと厚拭きになってしまうので、私はいつもこのやり方です。パーツに吹きつけると少しツヤが出ます。ハンドピースの洗浄は水で行えます。次に室内色のアイボリーカラーを吹きつけます。ヘアスプレーの上に塗る色ですが、あまり薄く希釈することはおすすめしません。希釈時の溶剤成分でヘアスプレーが溶け出し、表面にクラックが発生することがあります。次に水を塗ります。アクリル溶剤を数滴加えておくと表面に馴染みやすくなりますよ。この水が上の塗料を通過してヘアスプレーに届き、塗膜を剥がすのです。人や物が当たりやすい箇所を中心に爪楊枝で軽くつつきます。それから筆でするとうまく剥がせます。水でふやけたヘアスプレー層が上塗りした白と一緒に剥がれていくというわけです。これでヘアスプレーを使ったチッピングは終わりです。次にスポンジを使った技法をご紹介します。オキサイドレッド色のサフを拭きます。スポンジの角を少しむしり取ります。ジャーマングレーをスポンジにつけ、ペーパーなどで調整します。角を中心にポンポンと押していきます。スポンジだけでは水しぶきのようなので、筆で少し補正します。これでスポンジを使ったチッピングは終わりです。細部の塗り分けを行います。できました。ウォッシュ作業の前に半光沢でコーティングします。このクリア塗装はかなり重要ですので、塗ることをおすすめします。ウェザリングを行います。ミスターウェザリングカラーグランドブラウンの顔料を取り出します。溶剤を使って垂れない程度に薄めます。パーツの隅など影にしたい箇所に塗ります。塗粒を影色で縁取っていく感じです。この汚し方をピンウォッシュと呼びます。全体に薄い塗料を塗って染めるウォッシングよりもピンポイントの作業です。だからピンウォッシュです。こんな風に墨入れも兼ねて作業をします。次に溶剤を筆に取り、ウエスで調整します。指に塗って少し湿る程度ですね。このくらいで筆跡をぼかしていきます。全部を拭き取っては意味がありません。影を作る意識で作業しましょう。汚れのような影のような微妙な陰影がついて立体感が高まりました。次は砂やホコリ汚れを再現します。グレイッシュブラウンを使います。溶剤を使ってぼかしていきます。ピンウォッシュの影色と重ならない箇所を塗るとメリハリがついて良いと思います。
最後は化粧パフを使い、凸凹をきれいにしておきます。出来上がりました。次にサビを表現します。使うのはこの3色。赤色を加えることで鮮やかなサビ色になりますね。チッピングで剥がれた箇所に塗っていきます。サビ色が入ると情報量が増えて一気に引き締まりますね。グランドブラウンを薄めに溶いてランダムに散らしておきました。最後はオイル汚れ、ツヤを出したいのでウェットクリアーを混ぜます。旋回メカのある箇所やブレーキ周りなどにオイル染みをかきます。オイル染みは軽くぼかしておくと良いです。最後は 4B の鉛筆です。これで各部を軽く磨き、金属感を演出します。以上で全ての工程が終了です。白く塗られている箇所は薄く汚しをかけていくと良いでしょう。黒くしすぎると戻せませんので、様子を見ながら少しずつ汚していきます。エンジンの塗装をご紹介します。まずは黒く塗りつぶします。続いてメタルカラーのダークアイアンでドライブラシを行います。黒いメカパーツはこれでほぼ塗装完了です。続いてピンウォッシュを施します。ツヤが部分的になくなり、実感が高まってきました。排気管はメタルカラーのアイアンで着色します。乾いたら磨きます。サビをかきます。ステインブラウンを濃いめに塗って少しぼかします。オイル汚れはアプタルインクという模型用油彩を使います。エンジングリースをペンチングオイルで溶きます。通常の溶剤で薄めるとツヤが消えます。ツヤを残したいならペンチングオイルが良いですよ。隙間に塗ったり、ゆるく薄めて飛沫をつけました。以上でエンジンの塗装完了です。ちなみにアプタルインクの代わりにタミヤエナメルのクリアオレンジとスモークでもよく似た表現ができます。エナメル溶剤で薄めて塗ります。次回はフィギュア塗装についてじっくり解説いたします。
ファレホを使った小物塗装技法はきっとお役に立てると思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。